孤高の戦士が守る。しかし、いつもそうではありませんでした。彼は過去に何度も喧嘩をした。これは、彼が妹を見つけた話です。こんにちは、兄弟。しかし、それが起こる前に、長い道のりがありました。二人はそれまでお互いを知らなかったので。私もあなたを知りません。あなたは誰ですか？厳しい戦いが待っていたので、私たちの戦士は日夜訓練を受けました。彼は忍耐とバランスを練習した。二人の兄弟が出会うまでには、長く困難な道のりが待っていました。そしてまず、彼らは戦いで出会いました。とても長い戦いでした。どちらも勝てなかったようです。しかし、二人が兄弟であることを知ったとき、二人の間に平和が訪れました。愛してるよ、兄弟。